ジョン・サリバンはアメリカ独立戦争で大陸軍の将軍であり大陸会議の大議員ニューハンプシャー州の知事を務めた1779年に大陸軍に反旗を翻した色恋イ族インディアンの街を焼き尽くしたサリバン遠征を率いたことで知られているサリバンは校長の3番目の息子として生まれたニューハンプシャーのポーツマスでサミュエル・リバモアについて 法律を学び、ダーラムに移動した1764年に実務を始めた。サリーバンは町でただ一人の弁護士だったので、多くの低等物件関連の訴訟を扱った。青年時代は多くの隣人をうるさがらせることになった。しかし、1772年までに地域での基盤が出来上がると、地域社会の改善のために働き始めた。 1773年には、アレクサンダースキャメルが、サリバンの法律事務所に加わった。サリバンは、ダーラムを代表して、ニューハンプシャー植民地議会に出席し、当時の知事ジョン・ウェントワースとの友情を作り上げた。アメリカ独立戦争が近いことを感じると、急進派の方向に進んでいった。1774年、最初の植民地議会が開かれ、 サリバンを大陸会議大議員として送り出した。1775年、サリバンは第二次大陸会議にも出席したが、6月に順庄に任命され、ボストン包囲戦を継続中の大陸軍に加わることになった。1776年の春、イギリス軍がボストンから撤退すると、ジョージ・ワシントン将軍は休止したジョン・トーマス将軍の後任として、サリバンを カナダ方面軍の指揮官として送り出した。サリバンは病人が多く疲れ切った将兵を引き継ぐことになり、トロアリビエールの戦いではイギリス軍に対する反撃に失敗し、残兵を率いてクラウンポイントまで撤退した。大陸会議は失敗したカナダ進攻作戦の責任を負うべきものを探しており、これがサリバンと大陸会議との圧力の始めとなった。サリバンは 潔白を証明し8月9日には少々に昇進した。サリーバンはワシントンの軍隊に再度加わり、イギリス軍のウィリアムハウ将軍がニューヨークを攻撃しようとしている事態に対し、ロングアイランド防衛軍の指揮を任された。しかし、8月23日にワシントンがその部隊の指揮をサリーバンとイズラエルパットナム将軍の二人に分けることにした。この結果が、 命令系統の混乱につながり、4日後のロングアイランドの戦いで敗戦となった。サリバン個人の勇猛さは疑いもないものであり、ドイツ人傭兵部隊を前に両手に拳銃を持って戦った。しかしこの英雄的な戦いぶりの後で捕虜となってしまった。仮釈放された捕虜としてサリバンはイギリス軍のリチャード・ハウテ督クを通じ、大陸会議に手紙を送った。 その手紙の結果として、スタテンアイランドで行われた、停戦協議は9月に、物別れとなり、大陸会議の特にジョン・アダムズなどの大議員が、サリバンに、落ち度があるものとしてしまった。サリバンは、捕虜交換で釈放され、ワシントンが指揮した12月のトレントンの戦いに、間に合った。この戦いでは、サリバンの部隊がトレントンの北にあるアッサンピンク。 クリークに架か,かる重要な橋を確保した。このことで、ドイツ人傭兵部隊の逃げ道を塞ぎ、多くの捕虜を捕らえることに成功した。この時サリバンが取った進路は、現在サリバンウェイと呼ばれる主要道路になっている。1777年1月のプリンストンの戦いでも、サリバンは活躍した。8月にスタテンアイランドを再度取ろうとした作戦で、 失敗し、また大陸会議が、サリバンの落ち度を指摘することになったが、審問で無罪となった。これに続いて、ブランディワインの戦い、ジャーマンタウンの戦いで、大陸軍が敗れた。イギリス軍のフィラデルフィア占領によって、大陸会議のイライラが募ったが、ワシントンが唯一大陸軍をまとめていく存在だったので、また矛先がサリバンに向けられた。 1778年早くに、サリバンは、ロードアイランドの重要でもないポストを割り当てられ、8月に起こった、ロードアイランドの戦いで失敗した。1779年の夏、サリバンは、ニューヨーク西部の色恋族インディアンに対する、大規模作戦である、サリバン遠征隊を率いた。この遠征では、 現在の伊坂の南西にあるコレオルゴネルというかなり大きな下遊が属集落を破壊し、虐殺を指揮した。サリヴァンは、部隊兵士に、かなり過酷な行動を敷いたので、馬が使えなくなってしまい殺すことになった。このことが、現在のホースヘッドという地名の言われとなった。大陸会議の反応はサリヴァンが考えた以上に、手ぬるいものであった。疲れ果てた上に、またしても、 大陸会議の否定的な反応にあって、サリバンは1779年に退役し、ニューハンプシャーに戻った。家に戻ったサリバンは英雄になった。ニューハンプシャーでは1780年に再び、サリバンを大陸会議大議員に復帰させた。1781年、サリバンは大陸会議のために、フランスの牧師から金を借りたが、このことで、大陸会議はサリバンを、 外国の諜報員として告訴した。サリバンは8月に大議員を辞任した。再び故郷に戻ると、サリバンは1782年に州の検事総長に任命され1786年まで務めた。この間に州議会議員にも選ばれ議長を務めた。サリバンはアメリカ合衆国憲法の批准でもニューハンプシャーを指導し、 1788年6月21日に批准となった。サリバンは1786年にニューハンプシャー州の知事に選ばれ、続いて1787年、1789年にも選ばれた。新しい連邦政府が作られるとは、シントンは1789年にニューハンプシャー地方裁判所の連邦判事にサリバンを指名した。 1792年以降、サリバンは、健康を損ね執務に携われないことも多かったが、死ぬまでその職にあった。最後の数年間は病気と戦い、1795年1月23日に、ダーラムの自家で死去した。54歳。遺体は、自家の墓地に葬られた。ありがとうございます。